日本東京都葛飾区高砂高砂は東京都葛飾区の地名。現行行政町名は高砂1丁目から高砂8丁目。郵便番号は1 2ロ0 0 5 4葛飾区の中央部、中川の東岸に位置し、北は新宿、南は細田や奥戸に、東は柴又、鎌倉などにそれぞれ接している。西は中川の対岸に青戸があり、 高砂橋でつながっている。高砂橋付近で中川と新中川が分流しているため、南西部の1丁目のみ、2丁目から8丁目までとは、新中川で東西に隔てられている。2丁目との間に、高砂諏訪橋がかかっている。町域の中央にある、京成電鉄の京成高砂駅は、京成本線、北総鉄道、京成金町線が分岐するターミナルとして機能する。 地上駅である。駅の南東側には伊東洋華道がある。町域内は主に住宅地として利用される。なお、京成高砂駅近くは平面交差であり、電車の往来の激しい踏切で人や自動車の往来が妨げられることがしばしばある。新宿方面から西部の水路沿いを南下し、高砂八丁目交差点に至る道は古くは、千葉県桜市に至る街道であった。 また、高砂一丁目を管七通りが、南北に貫いている。その北端にアオト橋があり、アオトと繋がっている。町域内にはこのほか、高砂六の一に、海イ池、高砂七から十三に、山田県業の墓のある、源の寺市寺、高砂一の二に、葛飾区総合スポーツセンター、高砂五五の五十五に、京成電鉄の車両基地などがある。 京成高砂駅を中心とした生活エリアを高砂、あるいは京成高砂と呼ぶこともある。この場合、細田の一部なども含まれることがある。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、高砂8の19の後の地点で29万円、平方メートルとなっている。1932年の葛飾区誕生に至るまで、近辺は長く、 曲がり金と呼ばれる農村地域で明治の地祖改正の際、曲がり金村の正事名をつけるのに、いくつかの要局から借用した。1889年の市政、町村制で曲がり金村は、南葛飾郡、奥戸村の大技となった。葛飾区成立の際、これに合わせて前述の要局から取った正事名の一つで、京成電気軌道の駅名になっていた高砂号を、 演技も互換も良くない曲がり金の代わりに、旧曲がり金村を領域とする新町名に採用した。1965年の新住居表示実施に伴い、それまでの諏訪町や高砂町の大部分、荒宿町三町目などより、新たに高砂が誕生した。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる、高砂橋海向池、高砂六丁目にある、ありがとうございます。